石塚氏は日本の氏族の一つ。佐竹氏の所流である系統と、立宮氏の所流である系統が存在する。日立国の石塚氏は、佐竹氏の第九代、吉奴の三男、石塚宗義が初めて、石塚姓を名乗ったことに発する。小柱と共に、佐竹氏の支流としては最も古い家柄だと言われている。代々一族で婚姻を繰り返し、諸子家自体も、 第二次的な諸子家を分家させて、佐竹氏は大規模な物量性を形成したという。周囲は、中西軍、石塚郷、九時軍西東南村、高軍桜井座と、高軍、佐良村を譲られ、昌平17年に、石塚城を築いたと伝わる。前述のようにもともとは兄弟であり、同族結婚を繰り返すなど、同じ一族ではあれど、所要が近かった小橋、大山氏とは、 たびたび争ったという。佐竹氏の秋田天保後は、久保田城下の東猫山屋町に屋敷を構え、家老を務めた。日立時代は、以下の通り。佐竹義厚、石塚宗義義弘義高義長義地義谷義高義国。国替え後の秋田時代は、以下の通り。なお、義国と義達を同一人物とする説も、ある一方、義国が死んだため。 吉達を養子にしたとも言う。石塚吉達に前イコールに、里義巨イコール義兄義賃義地吉安義佐だ。芸屋国の石塚氏は、小山氏の重臣であった、立宮氏の一族から分かれた所流。石塚館を館とした。ありがとうございます。